はい、どうも、不明だよです。今回ですけれども、最新セレクトボックスの中で、全消去できるね、あのツムを使ってですね、コイン稼ぎをしていきたいなと思います。でね、このね、まあ、全消去できるツムって複数体いるんですけども、まずここの盤面というか画面に見えているユキエル。はい、ユキエルね、全消去できます。はい。できるんですけれども、まあ、このツム強いね。はい。ただ、ユキエル以外にも、まあ、できるツムいるんですね。はい。ということで、まあ、そのツムをね、紹介しつつ、コイン稼ぎしていきたいなと思います。ただ、まあ、そのツムはですね、盤面、超丁寧に、整列させないと、全消去できません。はい。なので、まあ、基本的に全消去は、普通のプレイしてたら、ほぼほぼできないんですけれども、まあ、運いい時に全消去できるかな、というところで、ございます。まあ、調整すればね、全消去は可能なんですけれども、まあ、そのツムをね、やっていくと、なんだ、めちゃくちゃ簡単ですけど、ワルダクミピートになります。はい。こちらをね、使ってコイン稼ぎしていきたいと思います。で、ワルダクミピートは横ライン上にツム消すんですけども、下がね、下1列が、横消去。で、その上にも横消去入るんですけども、下の1列に関しては、1コンボ扱いで、消去してくれます。で、上の方は一括消去ということで、まあ、それを合計合わせて全消去、45消去、できる、まあ、性能を持っていると、いうところになっております。はい。まあ、このツムね、何が優秀かというとですね、コンボミッションしながら普通にコイン稼ぎできる。ただ、普通にプレイするだけでコンボがめちゃくちゃ稼げるので、まあ、その点においてかなり優秀です。はい。パッチとかで、まあ、簡単にクリアできるんですけれども、まあ、あのツムってコイン稼ぎできないんですけども、ワルダクミピートは、まあ、その点で言うとコイン稼ぎ普通にできます。はい。まあ、そういう点でかなり優秀なんで、やっていきたいと思います。そして初復活。今年2月に登場したツムかな。ということで、やっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。ワルダクミピートのイラストもいいよね。ちなみに、てか俺すっげー久しぶりに使うんですけど、このツム。ほい、ちゃんとフィーバーインに入れると。今ね、上の方消せてなかったんですけど、あれ3つ消せてなかったんで、今の2つなんで43消去できてるってことですね、合計。はい、あ、これ全消去じゃない？あー、足りねえ、1個足りねえ。いやね、ダメダメ、そういう消去ばっかね気にしてると、あのコイン稼げなくなっちゃうんで、集中してやりましょう。はい、どう？今のところ6000枚いける？ギリギリですね。6000枚いける性能はね、普通にありますけど、ちゃんとね、あのスキルタイミングですね、合わせていかないと、あの全然コイン稼げなくなってしまうので、まあ、ちゃんとねフィーバーインにスキル発動するというところはね、必ずやっていただきたい。はい、一応このツムはマイナス補正あったんかな、そんな気がします、多分。はい、オッケー、大ツム含め、はい、ね、オッケー、いいんじゃないですか。はい、いいですね。まあ、6000枚はいけると思うんですけれども、気を緩むといけなくなっちゃうんで、ちゃんと出していきたい。タリーズか、足りると思ったらタリーズでした。はい、あー、やばい、ギリギリいけないかもしれない、これピンチだな。ちょっと、とりあえずフィーバーイン、オッケー、それは最高です。でも繰り越ししたかったな、欲を言えば。で、もうワンフィーバー多分いけるんで、
よし。うわギリいかない、これ5900枚ぐらいか。やらかした。あいけるいけ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 いってしまえ。あいけるいける。オッケーオッケー、あぶね、6000枚いった。まあ自分が使ってだいたい6000枚ぐらいの性能かなというとこです。まあただね、まあこういう消去系のツムで言うと、まあ例えばまあ単純な消去系で言うとウェンディとか白の女王とか、まあ、最高指導者カイロレンカとかと比較するとちょっとねコイン稼ぎの性能としては劣るんですけれども、一応ねコンボ稼ぎしながらコイン稼ぎできるという、まあちょっとしたねあの優劣がねこれでねつくんで、まあ、ミッションしながらねコイン稼ぎができるというところで、ぜひね使ってください。今回のイベントでも確かあったと思うんで、これ待つか。なんかやばい、2プレイ目やばいぞ。集中してやりたいけどなんかいかなそうな気がする。よし、ループし絶対しないと思ったらループしたんで、びっくりした。ほい、 OK、 ザザザ。ちょっと自分コンボ全然見てなかったんですけど、一応終わり際に何コンボいってるかだけ見ましょうか。ちゃんとね、うわいいね、34、8消去か、やべえな。6000枚いけねえ、6000枚いきたい、6000枚いきたい、せめて6000枚いきたい。ギリ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 、はい、 OK、 これで3500、は8消去はやばいって。9消去を狙ってるんだけど全部8消去になってる。これは使いますか。ピートも割といるんで、おい、いやギリいかないですね。多分これ5500とかそんぐらいかなと思います。あタイムボムありがてえ。うわー、これ多分ギリフィーバーイン間に合うんで調整します。おいおい、でもね多分ギリいかないと思います。いやーこれ使ってればって感じですね。ちょっとギリ間に合わなかったっす。まあでもほぼほぼ6000枚平均かなという感じで、はい、300コンボ、ちょうど300コンボ300コンボしつつ、まあ、6000枚程度稼げると、いう感じで、まあ、ほぼほぼ全消去、全然消去、しつつですね、コンボも稼ぎつつ、まあ、このぐらい稼げると、いう、まあ結構ね優秀な、ツムなんで、まあユキエルのおまけでもいいんで、まあねちょっと育成してですね持ってる方は使ってみてください。はいはい、そんな感じで今回はこれで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではバイ。喜びが溢れている物語。